アイシンインダストリアルタイランドセールスマネージャーの浜岡と申します今回このプロパックアジア2020ではこちらの西村パウダーエンジニアリングさんのブースに弊社のロータリーバルブという機械を置かしていただいておりますロータリーバルブというのはホッパーやその他いろいろなですね粉体の排出装置 からその粉体を排出するための機械となっております。西村パウダーエンジニアリングさんは食品関係を中心に食品の粉体プラントを。 設計、制作しておりますその中に弊社の粉体関係のこういうロータリーバルブとかですね他にも空気輸送で使われるようないろんなバルブ類のものをプラントの中に組み合わせていただいてそれで一緒に食品プラント他にも化学プラント等を作っているという関係性でやらせていただいております。 もともとプロパックアジアの方に西村パウダーさんがずっとブースを出されておりましてで、まあ、よく愛心、えー、イ,インダストリアルタイランドの製品も使ってもらっているということで昔からずっと、えー、弊社の製品をあのこのブースに置かしていただいております。 西村パーダーさんと一緒にです、ね、私たちも粉体関係の機器をたくさん作っておりまして今回、プロパックアジアで,です、ね、あの少しでも粉体関係のお客様とお近づきになれればなと思っております。